はい、こんにちは。税業専門の税理士川南です。本日の動画は確定申告の基礎の土台、しっかり基礎を押さえて迷子にならないよう、自営業の一大イベント確定申告へ向けてスムーズにいけるように準備をこの動画でしていきましょう。私はオンラインサロンを運営していて、他にも SNS は Twitter、TikTok、Instagram をしてますので、ぜひ他の SNS もチェックしてみてください。それでは早速いってみましょう。はい、それでは確定申告の仕組みの基本について動画で解説していきます。迷子にならないようにね、ここは必ず押さえておいてほしいなっていうポイント、まあ、全体像を一回把握しましょうっていう風な内容になっています。本日の内容です。まず確定申告の基本について学びましょう。そして全体像を把握します。そして今やっている作業が一体どこのポイントをやってるかっていうのを、全体像を把握することで現在地を知ることができると思います。これがちょっと頭に入っていると確定申告がね、楽になるかと思うので、今回こちらの動画作りました。そして確定申告に向けて実際どういう準備をしていけばいいのかを最後に解説します。私はフリーランス向けの経理節税 Q&Aということで、必要な情報を一冊にギュッとまとめた本を出版します。2022年の1月11日に発売ですので、ぜひこちらの方よろしくお願いします。 Amazon から購入できます。はい、それでは早速確定申告の基本です。まずはここを押さえておかないとっていうところですね。個人の確定申告というものがどういうものか。ビジネスってずっと毎日ね、お店を開けて閉めてっていう風に日々流れていくもんなんですけど、キリがいいところで一つ区切りをつけるというのが個人事業の確定申告になります。じゃあどこで区切り線を引くのかと言いますと、キリのいい1月1日から12月31日を1年とみなします。これを一期としまして、この1年分の動きを令和4年の3月15日までに提出、これを確定申告書って言うんですけど、確定申告書を提出することを確定申告という風に呼んでいるわけです。まずこれが一番のベースになります。いつからいつと言いますと、1月の1日から12月31日1年分のビジネスの動きを申告するというのが確定申告です。要は1年分のあなたのビジネスの売上高と経費、これがビジネスの動きになります。これを計算合算して、この期間の間にいくらあったのかっていうのを税務署に提出する流れになります。で、この1年分の売上と経費、ビジネスの動きを計算すると、利益所得が出ることになります。この出た利益所得に対して税率をかけて税金額を計算します。その税金金額を計算した数字、私の今年の税金はいくらになりましたよって言って税務署に報告する、これが確定申告です。このような流れで書類を作っていくっていうふうに頭に入れておいてください。もう少し詳しく説明しますね。この1月1日から12月31日のじゃあビジネスの動きってどういうものなのか、図でもう少し解説します。これがビジネスの動きになります。簡単にね、図表にしました。1年間の売上があるかと思います。皆さんね、1月の1日から12月31日の間、お客さんにね請求して売上現金でもらったり預金でもらったり、売上があったかと思います。そこから必要な経費、まあ仕入れをしたりとか人件費を払ったり水道光熱を払ったり、全ての経費を差し引いた残りが利益、要はあなたのビジネスの儲けになりますよね。その儲けに対して、利益に対して税率がかかってくる。シンプルに言うとこのイメージです。ですので、先ほどのこのね、1個前のスライドに戻ると、1年分の売上と経費、ビジネスの動きというのは売上から経費を引いて利益を出す、要はここの利益が所得になるってことです。で、全体像をまず把握しましょうってことです。先ほども説明したように、1年分の売上と経費でビジネスの動きが出ます。そしてね、先ほどの図表で利益が出たと思います。売上から経費を引いて利益、まあ、要は所得と呼ばれるものですね。所得が出ます。で、税金額を計算して税務署に報告するんですけど、この税務署に報告するうちの一つに、この青色申告決算書っていう用紙に記入して報告をします。決まってるわけですね。要は税務署からこの用紙を入手して書きます。フリースタイルではないのでね、お気をつけください。で、この青色申告決算書で何をしているかと言いますと、1年のビジネスの動きと結果を記入していきます。この用紙を作ることで、普段だったらね、見える化できないビジネスを見える化できる唯一のものです。
です。なんとなく儲かってるとかね、あ、なんか今年はトントンかなみたいな風なね、あの感覚で皆さん話する方もいるんですけど、この青色申告、まあ白色の方は白色申告決算書なんですけど、この決算書を作ることでビジネスがどんな動きをしてどういう結果だったのかという見える化できる唯一のものです。そしてこの用紙に記入する数字を準備するために普段の経理が必要という風になってくるわけです。で、この所得が出たところ、その後に税金額を計算します。この税金額の計算をもう少し図で詳しく見ていきましょう。このような形になっています。図でさっきざっくりと見せた図、ここですよね。売上から必要な経費、仕入れや経費を引きます。また青色申告特別控除というものも引けるんですけど、この青色申告特別控除には3種類ありまして、65万円、55万円、10万円というふうにあります。これまた過去の動画でね、3つの種類控除の額の違いが出るかという動画でありますので、ぜひ探してみてください。今回はね、ここ説明がメインじゃないので飛ばします。まあ、売上から仕入れ経費を引いたら利益、儲け、要は事業所得というものが出ます。で、そこから税金額を正しく計算するために所得控除というものをさらに引くことができます。これ皆さん聞いたことあるかと思うんです。この所得控除っていうのは扶養控除とか、生命保険に入ってるから生命保険控除してよ、地震保険入ってるから地震保険控除してよ、またはふるさと納税してるから寄付金控除してよ、この出た事業所得からさらに所得控除を引いた金額に対して所得税率、税金を決める税率をかけて所得税額、要はあなたの1年の税金はいくらですよっていう風に出します。これが図で見ると確定申告で一体何を計算してるかっていうと、ここなんです。この流れ、この青からオレンジに向かうのを書類を作って計算していくってことになります。じゃあこの売上から経費を引いて、仕入れ引いて、青色申告特別控除を引いて、事業所得、要はね、ビジネスの儲け、利益を出すにはどの用紙に書いていくのかっていうと、ここが青色申告決算書という呼ばれるものになります。そしてここが出来上がったら、次所得控除の方ですね。さらにこの事業所得から引きたい所得控除があるので、この計算をするのが確定申告書 B というものになります。この確定申告書 B を使って所得控除をして税率をかけて税金の額を出す用紙になります。ですので、ここが続いているようなんですけど、用紙がここで分かれるというふうに思ってください。自分のビジネスに関する資料や数字はこの青色申告決算書のみにしか表記しませんし、個人のね、こっちの所得控除のものはこの確定申告書 B というものに記入していきます。じゃあ実際どういう用紙かっていうのを紹介しますね。皆さん見たことあると思います。青色の方はこの用紙を作ります。青色申告決算書、これ一般用です。これが事業ビジネスをしている方が作る用紙になります。ここに売上があると思います。売上から仕入れをしました、また様々な経費を引いていきます。ここにね、記入していくわけです。そして差し引きした金額、最後ね、ここの青色申告特別控除額を引いて、まあ、65万円の方は最大の65万円、55万円の方はここに55万円と書き、10万円の方は10万円と記入するわけです。そして差し引いた金額、ここが要は所得金額といって、分かりやすく言うと利益、儲けになります。あなたのビジネスの利益、儲けが所得金額になります。その他この用紙は4枚の記入をすることになるんですけど、要はここの数字の詳しいことはこの用紙にというふうな流れになっていて、4枚セットになっています。青色の場合はまあね、皆さんこの用紙見たことあると思うんですけど、この用紙で何を記入してるかっていうと、あなたのビジネス1年間の売上と経費がいくらだったか、そして最終的な所得、儲けはいくらだったんですかっていうのを書いて記入して計算していく用紙になります。次、白色の方はこちらの用紙になります。白の方はね、多分ね、先ほどの緑の線のラインではなく、こちらの用紙を出してます。これは2枚になってます。2枚記入して税務署に提出することになります。まあ、ちょっと見た目違うんですけど、やってることは一緒です。1年間の売上から経費を聞いて、あなたの所得はいくらでしたかっていうのを計算する用紙になっています。ということで、この売上から経費を引いて事業所得を出すのが青色申告決算書、まあ、白色の方はここが白色になります。で、その後ですね、今見た用紙、ビジネスの儲けがいくらでしたかっていうので、次で確定申告書 B で税金額を計算します。その用紙がこちらになります。ね、皆さん見たことあるかと思います。これね、申告書 B って方です。自営業の方は、まあ、A っていうのがあるんですけど、 A はね、会社員の方とか年金だけの方が該当しますので B です。
でこちらで、ね、何を記入して計算していくかっていうと、要は収入金額を全て書きます。事業の収入はここの欄に書きます。で皆さんね、これだけ事業だけの売上だけならいいんですけど、その他にも収入がある方いますよね。ですのでこの B の用紙で様々な収入を全部トータルで合算します。例えば事業してるんだけど給料もあるとか役員報酬をもらってるって方もいるかと思うんですよ。その場合はこの給与っていうところに記入して合算します。それ以外に例えば株があって配当があるとか、株が儲かったとか、もしくは不動産収入もあるっていう方は全ての収入をここで合算します。先ほどの用紙はビジネスだけを記入していくので、事業ビジネスの収入はここですよって分かるんですけど、その他ね、いろいろね収入がある方もいますので、ここのとこで合算をします。そして税額を計算していきます。次にね、社会保険料控除とか小規模共済かけてるよ、生命保険入ってるよ、地震保険入ってるよ、寄付金控除したよっていう風に所得控除を引いていって、こちらですね、住宅ローン控除があるよっていう風にして差し引きをして、最終的にこれだけ残りましたと。その残ったところ、これを図にもう一回戻りますね。今ねここですよね、申告書 B で所得控除をしました。でこの残ったところ専門用語で課税総所得金額というふうに言います。この残った金額に所得税率をかけて所得税額、まあ今年のあなたの税金、私の税金はこれになりましたっていうふうな計算をして所得税額が出します。でこの所得税額が出た用紙、先ほどの青色申告決算書と確定申告書 B をセットにしてどっちも出します。ですので青色の方はこの青色4枚と確定申告書 B2 枚、まあ、6枚セットで出すことになるかと思います。白色の方はここが2枚、そして確定申告書 B は同じく2枚になりますので、4枚を合わせて税務署に提出します。この所得税額、要は確定申告を税務署に出したデータが各地方自治体にデータが飛んでいき、事業税が決まります、住民税が決まります、国民健康保険が決まりますっていう風なことになっているわけです。これがざっくりとした全体像になります。でね、皆さんやはりね、確定申告ねやらなきゃいけないって分かってるんだけど、一体何をどこでどういう風なことを計算してるのか分かってないっていう風な、ね、方がたくさんいらっしゃるので、全体の森を見てから進めていった方がスムーズにいくと思うので、今回の動画を作りました。じゃあ実際に確定申告に向けてどういった準備をしていけばいいんですかとなりますと、まずこの用紙を記入するために、要は1年分の売上、各経費1年分何にいくら経費を使ったかっていう風なものを記入していく用紙があったと思うんです。でここを記入するために土台となる経理をしなければいけないということになります。やはりね、いきなり確定申告の要請書こうと思っても書けないので、普段のね経理をして数字を集計しておいてから確定申告書に合計金額、要はあなたの1年間のビジネスを記入します。そして2つ目です。必要な書類を準備していきます。これね、必要な書類っていうのね、この年末年始のトゥードゥチェックでどういった書類をね揃えないといけないか、準備しないといけないかという解説してますので、ぜひ前回の動画も合わせてチェックしてみてください。でね、まず確定申告に行く前に全体像を把握するっていうことが大事だなというふうに思ったので、今回の動画を作成してみました。確定申告の提出についてです。今年の期日なんですけど、令和4年の2月16日の水曜日から確定申告書の提出がスタートします。そして締め切りは3月15日の火曜日となってます。今年はねコロナの影響で延長があるかどうか分かりません。過去2年はねこれ3月15日が4月の15日に延びて延長されましたけど、今年はねこのまま3月15日で行くというふうに思いますし、延長するかどうかはまだ決定じゃないので、3月の15日まで間に合うようにきちんとねスケジュール管理の方をしておいてください。確定申告の提出は2月の16日からスタートですよって言ったんですけど、還付申告の方は年明け1月1日の方から提出かとなってますので、還付申告の方はもうすでにね作成して提出できますので、ぜひね還付申告だよっていう方は早めに混雑する前にやった方がスムーズに還付金の方の処理がなされて入金があるんではないでしょうか。はい、次に提出方法です。郵送持参と電子申告、3つの方法があります。郵送は管轄の税務署の郵送を書いて郵送するっていう方法です。また直接ね税務署の方に持っていくっていう方法もあります。確定申告になると特設会場っていうのがね税務署の方に設置されますので、そちらの方でわからないことを聞いたり、まあ、持参するっていう方法もあります。そして3つ目、電子申告です。これはスマホパソコンを使ってできるので非常に便利です。電子申告する場合は事前に利用者識別番号がいるとか、マイナンバーカードがいる、もしくはね ID パスワード方式がいるっていうふうにありますので、またねこちら動画でね解説したいと思いますけど、電子申告すると混雑を避けることもできますし、持参しなくてもいいというふうにね自宅にでもできるというメリットありますので、こちらの提出方法を使うのもありかと思います。はい、今
回の、ね、動画は全体像を見るというものだったんですけど、実際の確定申告動画、もう少し、ね、確定申告について詳しく知りたいよという方は、こちらの動画、去年の動画なんですけど、あります。入門編、知識編というふうに1番、2番と進んでいただいて、実際の用紙の記入、青色申告決算書の書き方方法が1枚目、2枚目、3枚目、4枚目と全て解説している動画がありますので、ぜひこちらの動画見ていただけると、確定申告がより分かると思います。YouTube をした初期に上げた動画なんですけど、セミナー形式の動画もあります。これは確定申告のセミナーをしているものです。ですので比較的こちらの動画に比べるとゆっくり解説していますし、皆さんと一緒に実際ね記入を一緒にしていってっていう動画になってますので、一緒にね見ながらゆっくりねじっくりやりたいよっていう方は、このセミナー形式の動画もありかと思います。ただしこれちょっとね古い動画になりますので、もしかしたら今年のね改正に追いついてなかったり、申告書の表記がちょっと違ったりっていう点はご了承いただければと思います。結構長い動画なんですけど、再生回数がすごい回ってるので、セミナー形式がいいなとかね、ちょっと早口でよくわからないっていう方は、このセミナー方式の動画を見るのはありかと思います。はい、本日の内容は以上になります。お知らせです。本を出版しました。経理節税の Q&A ということで、自営業フリーランスに必要な箇所をギュッと一冊にねまとめた本になってます。また Q&A 形式なので、皆さんが気になるクエスチョンから質問から見ていくことができるので、どこから読んでもいいというふうな形式になってます。サイン本の方はベースで売っていますので、税理士川峰のベース、またね URL 貼っておきます。 Amazon の URL も貼っておきますので、ぜひそちらから注文の方お願いします。本屋さんで買いたいっていう方ね、書店に並んでない場合は、注文を促すよりね、置いてないですかっていう風な方に声をかけていただけるとありがたいです。はい、私はあとオンラインサロンを運営しています。3つメリットがあります。1つ目、オンライン上で質問相談がいつでもできること、オンライン上に税理士を味方につけることができます。これね、顧問料に比べたら10分の1ほどの値段ですので、お得になっております。2つ目、サロンで定期的にズームを開催しています。私に直接質問もできますし、メンバー同士の交流も図れますし、業種交流の場としても好評です。そして3つ目、税理士の裏側を公開しています。SNS の集客方法、TikTok、YouTube の裏側、新しい税金情報やねビジネスに関する情報をオンラインサロンのみだけに投げていますので、ぜひオンラインサロン気になるよって方は概要欄の URL から飛べるようになってますので、参加の方お待ちしてます。はい、ではチャンネル登録の方ぜひぜひお願いします。感想やコメント目を通しております。励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。また高評価ボタンもお待ちしてます。私は YouTube 以外に Instagram は 1.2 万人のフォロワー、あと Twitter、TikTok もやってます。 TikTok はフォロワーが 5.8 万人になってますので、その他 SNS もぜひチェックしてみてください。 URL から飛べるようにしてあります。はい、本日も最後まで見てくださっている方ありがとうございます。いよいよね、自営業フリーランスの一大イベント、確定申告シーズンがやってまいります。私もね、年で一番忙しい時期がやってくるわけですけど、なるべくね、自営業フリーランスの皆さんにお役に立つような、またね、確定申告をサポートできるような動画出していきますので、ぜひチャンネル登録と、もしくはね、動画の方を見ていただけると嬉しいです。それでは確定申告シーズン一緒に頑張りましょう。本日の動画は以上になります。またの動画でお会いしましょう。税理士川南でした。それではまた。